お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのロイジャイエリババマザネクリをね紹介したいなと思います。こちらのデッキなんですが、なんとね新環境勝率ナンバーワンでございます。というわけで、まあ、新環境実質ね今一番強いですよという、まあ、ロイエリババですね。まあなんかこう今までというかここ最近ねずっと強かったんですよ。ロイジャイマジで半年以上ぐらいじゃないから、もうずっとね使われ続けてて、まあ強いロイジャイと、まあ、新環境はねぶっ壊れ最強のエリババがねまあ組み合わさった、しかもそこそこのねマザネクもいるというね、まあ強いやつ集めたらそれは強いよねと言ったデッキでございます。マザネクね、なんかこうめっちゃ強い感はないですけど、別に弱くもないしそこそこ使われるしみたいな、まあ中の上ぐらいのね実力を持ってるマザネク、いやなんなら上の下にランクアップさせてもいいぐらいそこそこにやりますマザネクやっぱコウモリとかなんか小物系にすごい刺さるんですよね。よいしょ、さあダクネも来てくれましたね。これまあゴレ来たら速攻エリババで溶かそうかな。これはなかなかいいファイボーになりそう。あ、待って、引っ張っちゃったな。さあウッドとか打って延命させつつヒースピとか出して回復させつつみたいなね、いやいいんじゃない。いやマザネクがコウモリから殴ったらもっとよかったなーと思いながら2周目マザネクなんてことある。タワーが邪魔しましたね。もう一体豚いけたのに。さあ、いやエリババとかなんなら添えてあげたいけど添えてあげたくなるんだよな。エリババマジで強すぎるんですよ。何が強いかってカウンター性能ですかね。攻めた時に、こう、普通、こうね、まあ、このロイとかを、まあ、ババとか、ランバー、まあ、ランバーかとかだと思うんですけど、こう、まあ、普通、今までだったらババとかで守ってたのが、この、エリババになることによって、ババって、別にカウンターで、まあ、そこそこ強いけど、相手のキングおるとか、なんかそこまではいかなかったと思うんですよ。そう。なんですけど、あ、これちょっとやばいですね。ロイで攻めたから。攻めたからこれは、ほどほどに耐えたい。よいしょ。あ、ヒースピがちょっと、あ、エリババ、お前遊んでんな。遊んでんな、お前。さあ、遊ばれてる。まあ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 。そうですね。ババとかだと、まあ、カウンターになっても、相手のタワーに傷つけるぐらいとか、まあ、よくてタワー1個おるとかだと思うんですけど、エリババの場合、エリババで守ったら、もうそのカウンターで、なんなら相手のね、キング半回ぐらいまで行っちゃうんですよね。まあ、なんかそれが強すぎるんですよね。普通だったら相手のタワー折れるか折れないかとか、折れたらもうそれだけでもやばい方なのに、なんならキングまでね、折りに行っちゃうんですよね。それがエリババ強すぎる。火力がね、高すぎる気がします。さあ、ボンバーぐらいがどっかに出てほしいけどな。さあ、出てこない。いやもうこのエリババだけでね、相手なかなか止めれないっていうね。意味わかんないですよね。いやだからマジでなんかエリババを使えばすごい今ねトロ8000とか本当にね世界トップの人にも勝てる可能性がね生まれると思います。だって僕めちゃくちゃ負けるんですよエリババに。え、相手バカうめえじゃんとか思うじゃないですかね。そしてエリババに負けるそしたら相手のトロフィーね6000ちょっととかもうすごいあるんですよ本当に。まあ、それは僕は負けたらダメな話なんですけど、そうそう、エリババはね、マジで強いですね。カウンター性能がバカやばい。なので、こう今、とりあえずじゃあ、初手ロイホグとか、初手ホグとかも今までね、まあ、全然通じましたが、今やっちゃうとね、もうエリババで出されて防衛されて、逆サイロイとか、端前エリゴレとかもうね、フルカウンター来ちゃうので、とりあえずユニットで攻めとくかで攻めとくと、いかれます。マジで。その瞬間にね、ゲームオーバーになっちゃうので、さあ、まあ、攻めたい感もあるが、いやーヒースピの円がねちょっとちっちゃい。今回で高回転ウォールブレイカーですね。なんかレア、なんか若干レアな気がします。いやーウォールブレイカーねマザネクだけで完封できるんですよね。実はこれね地味強です。あ、マザネクにボムタワーをね使ってくれました。ということはもうねロイジェイが端前出すだけで通るんですけど、まあ結論でもね別にいいかなっていう気持ち、アド取ったしワンチャン端前ナイトマジアチャとかもありますけど、まあまあまあ、あれもトリトンで引っ張って、マジアチャに5打って、逆サイエリババしてってコストありすぎやんっていうね。
さあタワーに当てれたかちょっと際どいところでしたが、さあまあ今エリアード取りましたね。これさ端前エリババで終われないかな。前ってバカうまいとなんかウォールブレイカー釣りとか、あれこれはやったっすよ。あれ多分今2コースぐらいしかないですよ。3コースでエリババ実はねめっちゃ重いです。結構ねエリバババプラスのユニットなんかとかをキング起動しようとするんですけど、なんかよくね事故ってる絵を見ますね。だからエリババのキング起動は1体エリババだけならいいんですけど、マジでね事故りやすいので気をつけてください。さあ今回相手マジアチャ型だからファイボがねないと思うんですよ。そうマザネクパーティーできますし、なんなら神相性もだるっすね。そこ引っ張っちゃおう。はい、早めに引っ張って処理して、これでもうね今相手攻めれないっていうね。いやーエリババ投げてー、エリババ投げてー、で僕あ待ってこれ本当にごめん、見てないことにしてやれ、マジでごめん。やばい、あの暇すぎるんで左側ね削っていきます。マジで暇すぎる、こんなに暇なことあんまないですよ。さてファイボー回して、でこれエリババでねウォールブレイカーってこう完封できます。これ実は超強いです。でちょっとだけ今なんか流れがやばいので確実に守らせてくださいすげえなんかプレイがね雑になってましたね。さあまあそんなこともありながらエリババいるとね全てが守れちゃうっていうのが現環境です。よいしょ、さあ取るね。あこれロイでよかったな、エリババでもよかったな。いやさすがに勝ちますよ、さすがに勝てる。なんならヒースピ添えてあげて、よいしょ、行ってこーい。あのマザーネクロ攻撃力が強化されて、あのヤリゴブリンをワンパンできるようになったんですよ。そう、それがね激アツです。これエリババ残ってるから行ってあげて、ボムに5打って、ただ相手のボムタワーの位置しっかり分かってますね。でこの辺にヤリゴブリンが、いや出てこねえか。さあ待って、なかなかいい防衛をされ始めてる。さて400、足前マチャチャで射抜きたいと思うけど、そんなことする余裕もね相手はそんなないっていう。僕多分5削りでもいいんじゃないかっていう。あうん、ちょっとだけ怖いですね、ちょっとだけね。さあユニット置いて、まあ豚をね産みまくってくれたらそれだけで相手もねきついと思うのでこの豚をね相手守んないといけないからな。オッケーオッケー。さあこれ5打ったら多分さすがに止まらんすよね。ヒースピ打ってここのね取れねか、でヤリゴブリンを豚にします。いやこれがねマザネクの強いとこなんですよね。最近すごい張っていたヤリゴブリンね、ワンパンオッケー。あー相手なかなかうまかったですね。でマジアチャオールブレイカー、今回の相手は今までの形とね全く一緒、ナイトヤリゴブ型なんですけど、今ねやっぱボムタワーがちょっと下放されてナイトも下放されたので、今までのマジアチャオールブレイカーのナイトがバルキリーでボムタワーがねテスラになった、そうマジアチャオールブレイカーもまあチラホラー使われてますけど、結構減ってましたね。環境があったすぐにやっぱマジアチャオールブレイカー強かったからって言ってバルキリーテスラ型めっちゃ使われてたんですけど、もうね止まんない。そうロイジャイエリババとか、まあ、エリババが止まんないから一瞬で消えましたねマジアチャオールブレイカー。うん、マジでエリババが強すぎて、エリババが止まんなさすぎてやばいっすよね。だからエリババになんか相性いいカードって何なんだろうね。まあ、バルキリーとかもなんか0時でほぼワンパン2パンぐらいされますよね。ドゥドゥンドゥドゥンぐらいでなんかいかれちゃうイメージあるので、マジでスケルトン部隊とか、まあ別に何出してもエリババに勝てないかエリババは今ほんと強いんでね、マジでエリババを使うか、エリババに強いカードをデッキに入れとかないとバカきついと思います。ネクロとか結構ありな気がしますね。ネクロ強化されましたからね、射程がアイウィズと一緒になりました。5から 5.5 になりました。さあよろしく。うん、で序盤はあんまり攻めたくないですね。さあゴボリーグッドゲーム早くねまだ俺ウッドしか咲いてないよ。なんならウッド咲くタイミングだったけどな。まあエレジェイかスケラか新エタイローフグとか、まあ、その辺だと思うんですけど、インドロインドロって
ってなんだ、エレジャイのインドラもなんかいますけど、バルーン的な、ちょっと珍しめのね、ファイブ、ん、なんかバルーン的な、ちょっとあの竹取るやついないんで、エイババでエイババに働いてもらってね。でヒースピも余るんで添えてあげれば、まあなんかいい感じになるでしょって。あー、ラバーか、ラバ掘り、なんかラバっぽいっすよね。あー、ラバでファイボだから、僕のねマザネクもエレキもねあまり活躍できないからのグッドゲーム勝ち確宣言か。いやー、勝ちたいですね。さあ豚で壊してもらって、マッチョをマザネクからねトリトンで召したいけど、壊れてないとできないですね。さあラバですね。いやラバはちょっとやーですよね、ぶっちゃけぶっちゃけやだけど、これババが回ってないサイクルだと思うので、インドだったらサイレキで守ってみたいな。そう、どうしてくる、こっからなんかエリババ入りのラバとかもね今すごいことに生まれちゃってんすよ。エリババ入りのラバってやばくないですか、意味わかんないじゃないですか。まあまあまあ、さあ今回はエリババは多分入ってなさそうな気がしますが、どうでしょうか。まあママにそこそこ頑張ってもらって、なんならこのパピーね、すべて豚に変えてくれ、すべて豚に変えてもらいつつ、エリババとかねちょっとセパして形をね組んでいくぜ。いやこれはいい流れだぜ、ってスギちゃんになるとかだった。さあ暇なんでちょっと5打っちゃって。いや、これエリババ、相手バカきつい説ないですか？いやー、インドに、エレキ？あー、エレキ届かねえか。もうちょっと。いや、ちょっとやばい。マジでやばいかも。おー、まあ、やってくれたのはナイス。いや、待って。今、僕の知らないところでエリババが勝手に仕事してましたね。で、これは、あー、5打つか。豚作りたかったな。もうちょっと。わざとパピーを残す5みたいな。だから別にね、僕の微妙なファイブをいい感じに言ってるだけなんですけど、ババかインド、ババですね。さあウッドで吐かして豚も入って、さあグッドゲーム GG。 いや、エリババ見ました、エリババがタワー殴っててキングか、相手も焦ってエリババにファイブ打ったりとか、まあ、してたので、本当になんかもうエリババがいるから成り立ってるだけですね。あれだってエリババじゃなかったら、相手もう無視してね、僕のマザネクとかエレキに5打ってって感じで終わるので、すべてはエリババ。困ったら、セパレーとか、端前出しとけば、なんとかなります。本当に。なんとかなります。さあ、ウッド、ワンチャンミラー対決もある。これ何出てきたかわかんないっすね。さあ、マザネクだと、まあ、ロイホグ、メガナイトロイホグもありますけど、タルババの形なので、まあ、ミラー対決の可能性が結構濃いかなと思います。さあ、で、ミラー対決は、先に攻めた方がぶっちゃけ悪いと思いますね。エリババで守られてカウンター来るので、まあ、僕は、てか、ま、ロイジャイ対決、最強はね、やっぱケツロイジャイなので、よし、さあ、ケツロイジャイから形を組んでいきます。で、まあ、お互いエリババで守るとこまで一緒だと思うんですよ。まあだから、ファイボの打ちどころとか、ウッドの使いどころが大事になってくるのかなとは思うんですが。さあ、エリババを添えます。まあ、それはそうですね。で、ヒースピが来るので、避け目のウッドで。で、ヒースピが来ます。いや、今年回。まあでも、ここの対決勝てると、これだけで多分エリアド取れそう。なんならエリババ？ああ、うまいですね、受けが。うん。さあトリト、まあここでロイ来たら、まあ守ってカウンターができると思うので、さあここロイ行きたいけどな、行きたいけど行かない方がいいと思います。多分エリババで守られてカウンターで死ぬので、マジエリババいるとあんま攻めない方がいいですよ、本当にエリババのカウンターで終わっちゃうんでね、それだけ気をつけて同じことします本当に。でエリババともう1枚ぐらい巻き込めそうだったら、なんかねスペル使いたいですよね。さあ、ん？これウッド打って、あ、俺のエリババ勝たしてあげてんだよな。いや待って、ちょっとこれエリババがサボってロイ全然溶かしてないっす。いやー、これなんとなくエリババあんま良くないと思うけど、
いやでもこれ5だけだと、いやあんま良くなかったかな多分。いやなんでやったんやろ、どうせ強要されるのな、バカだ俺。ちょっと待って、結構やばいことしたっすね。まあでも言うてさ、なんならここをしっかり許容して守って、なんならカウンターにつなげます。よしいいぞ、両サイカウンターが生まれるぞ。で、まあ、右をやっぱ攻めたいんですけど、左側をね行くと左側がね折れる事件がクラロワではよく見られますが、どうでしょうか。折れそうですね。あと5ウッド圏内、お5ウッド圏内ぐらいですね。さあ、あるあるですね。まあ、こんな感じで、エリババと同際にね、ロイつけるのもまあ強いですけど、まあ、相手がファイボとか、まあ、メガナイトとか持ってる場合は、このね、流れていったエリババの逆サイにね、ポツンと攻めると、出してないエリババのカウンターで倒れます。はい。ほんと、玄関機はこんな感じなので、まあ、エリババでしっかり守ってからのカウンターを意識するのが大事ですね。逆に序盤からポンって攻めちゃうと、エリババでね、なんなら気づいたらキングおられますので、気をつけてください。まあ、それだけですね。はい。ぜひね、このエリババを使ってみてください。まあ、エリババ入れとけば、ロイジェイじゃなくても多分何でも強いんですけどね。うん。今だって、ゴレエリババでしょ?エレジャイエリババでしょ?あとはラバにエリババとかもあったり、まあでも、高回転にはエリババ入ってないかな、バルーンとか。まあ、新鋭隊、エリババ、バルーンとか。まあ、ホグにもあんま多分入ってない気はするし、まあでも、陸の攻めるね。はい、ラムライダーにエリババ、コジョババにエリババ、まあ、ペッカにエリババ、スケラにエリババ。まあ、そんな感じですかね。クロス、ホグ、バルーンぐらいは入ってないですけど、それ以外はほぼ全部入ってると言ってもね、はい。間違ってないと思います。ぜひ、エリババ使ってみてください。さあ、マッチングした。来た。よろしく。まさか。よろしく。あざます。さあ、ヒースピーウッドぐらいで回していきたいですね。まあ、ケツトリトン。今までだと、キョスケをね、引っ張るリスクがあったんですよ。そうなんですけど、マジでキョスケ、超雑魚キャラになっちゃったんですよね、もう、クラロワの。だから、別にもし来ても、キョスケの爆破ダメマジ440とかだっけ?ウォールブレイカー一発ぐらいの感覚なんで、まあ、もし、キョスケ引っ張っても、まあ、キョスケぐらいいいやって済ませられるので、ケツトリトン全然いいと思います。キョスケね、舐めまくってるけど。さあ、来ました。今回はスパーキーか。いやー、これ、サイクル良くないですね。今、後ろからこう、何かユニットを避けないから、行かれちまう気がする。ちょっと待って、マジやばい。あれをエリキエリババで本当はね、神防衛できるんですけど、サイクルが、やばい、サイクルがオーバーっすね、もしかしてこれ。一応耐えれるから、スパーキーの一発ね、エリババは一応耐えられるんですよ。そうだから、まあ、他のね、ユニットで攻撃されてって感じで。やばいよー。これ一発ありますね。なんならもう一発ぐらい入りそう。痛いです。スパーキーに対して、ケツトリトン、ケツマザニックをできればいいんですが、今ね、ちょうど2枚押さえてスパーキーが来ちゃったので、まあ、これはシャアなしのダメージかなと思います。さあ、まあ、こっから守ればいいだけなので、まあまあまあ。雪玉?あれ?エリババとか入ってないのかな?これあれかな?なんかハンター、エリババはスパーキーだと思ってたんですけど、多分違いますね、これ。ハンターダックプリとか、そっち系なのかな?そうですね。ライトニングの、ああ、そっち側だったら、まあまあまあ、普通に攻めても良さそう。で、ダックプリ、メガゴー。さあ、このカウンターをね、どう守りましょうかと。お、これライトニングがありますね。でも、エリババってさ、耐えてくんねえのかな?うわ、強いね、エリババ。お、待って。エレキが散った。うん。お、めっちゃいいライトニング。あんた20秒しかねえ。エリババ、行ってこーい。ワンチャンあるからな、これ。マジでありますよ。本当に、エリババで。奇跡の大逆転。ワンチャンない?マジで。エリババ、
ワンチャンある？マジで？ありそう。ありそうだけど、なかったっすね。わー、しょっぱなの、いかれちまいましたね。あのダメージがなければ、ぐらいの感覚ですが、まあ、怒っときます。はい、そういった感じでね、ちょっと負けちゃったっすね。なんか今ね、スパーキーにリババ入ってる方もいるんですよ。で、ケツスパーキーして、相手が逆サイ攻めてきたら、それをエリババで守って、もう両サイフルカウンターみたいなデッキがあるので、ちょっとね、はい、それを警戒してたら、うまいことやられちまいましたが、ぜひね、このエリババロイジャイ、めちゃくちゃ強いので、ぜひ使ってみてください。というわけで、終わります。よければ、チャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。